2018, they're able to work only with simple masks and radio.1号機から4号機までなんですが、この辺ですね、高台、皆さんに全体ご覧いただく場所がありますので、ここをご案内いたします。で、皆様のご関心があるアルプスがここでございます。身分証明書をですね、持ってっていただきまして、係の者にですね、それの提示していただきます。提示が終わりまして、本人の確認が終わりましたらは静脈認証というのをします。でその登録が終わりましたらば金属探知ゲートを通過して、校内の方に入っていくような形になります。入域にあたりましては、事前に申請していただいてます荷物のみが持ち込み可能となっております。先ほどのアルプス処理のシステムの现在是福岛第一核电站一号机组的附近，放射线量计的数值明显上升，最高的时候已经达到了30。现在是一号机组附近。管理できるような今状況じゃないですか。